はい、どうもこんにちは、秘密結社ティーンさん、Fです。さっきこけるのを見てしまった、Tです。え、こけた？いや、お前こけて。あー、いや、なんかこけたような気がする。バリバリこけたよ。カメラの回ってねえとこでバイクを並べるときこけたじゃない。いつもの方向転換でエースとして子供をこけるパターン。せめてさ、カメラ回してくれよ。今日も絶好の離島日和です。いや、寒いな。今日なんか風がやばい。やばい。すごい、なんか体が震えるよ。おお。最近なんか週末いきなり天気悪くなった。そうなんやな。最近天気予報が当てにならない。元からやけどな。走れるうちに走っとかない。ということで今日はちょっと福岡方面。福岡？高原とか武田方面。ちょっとまた行っちゃおうか。どうしました？いや、特に何も。ああ、なんか今ちょっとため息っぽかった。別のとこ行きたいのか。いや、どこにも行きたい。ああ、大丈夫。どこにも行きたくない。どこにも行きたくない。俺は自宅警備員していたい。もう行ったら楽しいですよ。まあ、そうなんやな。なんだかんだ走った後、行ってよかったな、って。ああ。今日も絶対そういういい道だ。本当。期待しておいてください。どうせ行ったことある道だぞ。まあまあ、新しい道も一本ちょっと見つけてます。どんな道かわからない。おそらくは未舗装だと思う。ああ、なるほど。まあ、距離はそんな長くないので、まあちょっとサクッとなったりして、また新しい道を使いしたい。なるほどね。はい。まあ、それ以外の道も久しぶりに走るところなので、まあ、ちょっとこう変化を楽しんで。ないよ。あれ、僕またなんかやっちゃいました？どうしたんですか、ナロウ系みたいな。急に。最近なんか咲くのが早い。あ、そうなの。なんか前入学式の時ぐらいまだ咲いとったけど。あ、そうなんや。入学式の記憶にもねえけど。そんなあれだ、鮮明に覚えとる。だいたい今頃ぐらい。もうだいぶ花粉も落ち着いてきた。あ、もう多分だいぶマシな気がする。まだ早いよな、花粉頑張れ。とか言ってまた走るようになる。どうせくしゃみをして。まだよ。君の相場が馬娘らしいよ。らしいよ。ほら、僕らしくね。今 CM で流れて、そこは覚えてる。それそれ。例えば、さっきガンプラ買いました。あったな。なんで俺がガンプラを買うか教えてやろう。はい。ちょっと久しぶりにこう練習して、はい、ゆくゆくはプロジェクト CK のガレキを買って。ああ、どうだ。なるほど、塗装したり。ああ、もう手焼けしか塗れん男や。ああ、その練習も兼ねて。そうそう。なるほど。まあ、プラモ道具全部実家にあるけど、取り買って。今週ちょっと会社休んで取り。いいか、なんかあった。それ以外自分のやつだ、言えよ。お前なんかあったの、言ってみろよ。自分、ザオートヘイビー。ちょっと待て。さあ、ピーザーの番。思い出させてくれ。俺はザオートヘイビーだけは未だに覚えてる。ヒルドログではないの、待て。ヒント出します。あ、お願いします。D です。D。
あ、もう、もう大丈夫。ディラン・ザ・ソルヤ。あ、そうか。だな。最近のモビルスーツ、名前が難しい。ねえ、なんかちょっと呼びにくいよね。そう。もう2文字とか、ザクとか。うん。どうかな。そのくらいシンプルな。活躍してた機体ですら分かる。まあ、どうせあれやろ、やられ役やん。パッケージ見る限りはなんか2、3回やられ役の方がかっこいいやん、だって、まあ、なんか、そう、なんか今ガンダムがなんかヒョロヒョロなってる。くびれガンダムこれまっすぐですか。まっすぐ最近のガンダムどんどん細くなってる。それに対してディランザソルはとかね、スタードッキングな、ガッシリしてるからお前だってパッケージ見た瞬間さ、ほんとアーマードコアやんって言って、いやあれ完全アーマードコアの軽量感でしょ。ブイ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 ブレード主体で戦う機会間違いない、発掘状態。まあでもとりあえずね、ガンプラ手に入った。作るか、作るだけ。まあ、俺ちょっと来週からしか旅できない。道具がいかんせん実家にある。まあ、自分はその前 T さんから預かってるやつを作らないといけない。何？あの、ハードタイプ。ハードタイプのね、メタルのやつ。あれもうできた。いや、まだちょっと。お前どうせ手もつけない。恐ろしい。なんか下手に触ったら折れそうで怖い。いや、意外に大丈夫。あれ、ここもあのホテルある。そうよ。あ、ここにもある。いや、気づいた。コンテナの、あれが、でもコンディション良くないね。怖い、良くない。これやべえな、多分。天命とかどう。なんかさ、ああ、偵察官だけど、ああ、バイクのテストガードつけてくださいみたいな。安全のために大事。そしたら、うん、コメント、そのコメントに、うん、世紀末のあの北斗の拳のキャッハーですらつけてるじゃないかって。どんだけバイク乗りは未開の地なんだよみたいな感じが。いや、まあ、確かにつける。肩パッドまでついてやがる。見習うべきところがある。ご自慢の軽快なトークが聞こえない。軽快なトーク。お前相づちか、なんか変なことしか言ってんやん。ほとんど俺が喋ってる。トーク泥棒。さも自分がうそうです。成果泥棒、成果泥棒。一番になっちゃいけない上司。成果。自分が面白いこと言ったと思う。うまいこと言ったと思う。俺はうまいんだって。どこ行っても勝てるよ。はい。ヘルメットが持ち上がっていい。あ、アホイもしてね。いや、しようしよう。持ち上がらない。いや、なんかこう、上にこうグッてなるんで。アホを下げた方がいい。あ、こう。じゃあカメラが撮れんか。巧妙な罠が仕掛けられてる。ガンプラ作るの久しぶりや。あーね。え、だって10年近いけど、そんなならん。そう、いや、なるんじゃないか。なるよね。10
10年近いって言っても間違いじゃない。てか10年近いな。近い。ああ、近いと思う。あの頃だってまあ入社して2、3年目じゃなかった。よね、確か。そう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 。パッツ、パッツ作った。俺何作ったっけ？あの時は、あの、いや、違う違う、あれあれ、何やったっけ？緑色っぽい機体やった。大体緑です。俺でも家にジンガーベラテトラある。ああ、そうか、作った。作ってねえやつか。あ、作って。まだ、あの、バラしてもないです。ああ、住んじゃってる。もう、先輩や。ガーベラテトラ作りてえけど、ちょっとリハビリしてから。そう。ちょっとまずは、ディランザソル。思い出のない機体で。失敗してもいいレベルで、もうアホみたいになんか、あの、マーカー入れまくってやる。ああ、適当にスプレー吹く。敵の方がなんかこうかっこよくまあなんかこうバリエーションが豊かな。ウィングなんてガンダム以外かっこいい。ソウルギスぐらい変なガンダム多い。誰のこと言うえ、いやなんかなんかウーって言うとか教えてくれたありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れ。